응, 잘 들려. 좋아. 上野動物園行ってくる。シャンシャン見んだわ。ねえ、バイバイ。今日はシャンシャン見てくる姉ちゃん。シャンシャン来るよ、シャンシャン。え、ここ、ここシャンシャンよね。見て見て。あ、かわいい。シャンシャンがいる。本当やわ。お、カード、ファン、あんな生活してるうちのか。家で、あんな感じでアイコスして。アイコスして。見て、シャンシャン、シャンシャン。50分以上並んだわ。できるだけ同じような感覚でお進みくださいますようにお願いします。前の方に続いてお進みください。立ち止まりご遠慮ください。申し訳ございません。ご移動をお願いします。申し訳ございません。ご移動をお願いいたします。ぶてぶてし先導の方申し訳ございません。ご移動お願いします。ご移動ください。ご移動お願いいたします。ねえ、めっちゃ親子でぶてぶてしくない？親子でぶてぶてし、めっちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんだけど、でもシャンシャンやっぱりまだちっちゃいね。ご遠慮ください。ご移動お願いいたします。すごい、移動お願いいたします。でかいよ、でかいよ。あ、お父さんリリーか。リリーお父さん。写真撮れましたら移動お願いいたします。立ち止まりはご遠慮ください。すごい人気だ、シャンシャン。それすごいよ、きっかけ見て。いや、かわいい。動いてるよ。あ、消えた。カワウソ消えた。見て見て。かわいい。うん。わ、わ。ここまで持ってったのかな、あれが。わ、わ、すごいすごい。すごいすごいすごい。すごいすごい。すごいすごいすごい。すごいすごい。すごいすごい。すごいよ、戦争してる。領土争いしてる、領土争い。三国志見た後だとこう心が燃えるよね。え、すごい。めっちゃ戦ってる。めっちゃ戦ってるわ。うわーわー。あとさっき尻尾噛んでたもん。え、何何？領土争いしてる。領土争いやっぱり、やっぱりどの世代もね、争いはね。うちんちの熱帯魚もよく領土争いしてるもん。あ、落ち着いた。すげえ、こんな動くカワウソ初めて見た。いや、なんかでかいよね。うん、結構でかい。ユーラシアカワウソ。コツメカワウソじゃないのこれ。コツメじゃないから。おととい見たやつとは違う。うん、全然違うわ。見て、体こすってるよ。見て見て、体コスコスしてる。いや、かわいい。よし。もう、なんか暴れてるよ。おお。え、なんか足で踏んでない？すごい切ってる、すごいすごいすごい、足で切ってるよ。わら、長すぎたの。長すぎたって一口サイズにね。長いよ。お上品食べてんだ。うん、お上品食べてんだ。ペン回し、ペン回し。え、すげえ。すごい。すごいぞ。もう一
回バシバシ、うん、もう一回バシバシやってほしい。今ね、すごい整えてるね、ちゃんとね。あ、見て見て、先っぽ持って、やりそうやりそうやりそう、やりそう、やるわ、これはやるわ。ご、こい、こい、頑張れ、こい、こい、あ、ちゃんとね、持ち手がね、気持ちよくないんだよ。うんうん、頑張れ、お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 、やるかやるか、叩くか、食べる、食べる、妥協することもあんのよ。お、お、あ、やんないな、これは。うん、やんない、さっき暴れまくってたよ、あれやって、バコンバコンバコン。整えて整えてで回して、あ、食す。ぷんちゃん、ぷんちゃん、なんで止まってんのそこで、え、何してんの台所で。ぷーくん、なんかいじりよった、きっちり。今日お土産ないよ、ぶーねえ、聞いてる、お土産ないよ今日ね。上野動物園でさ、2時間しかおれんかったけんね、お土産買う時間なかったのよ。シャンシャンに1時間だから私。ねえ、何してんの、ブン。姉ちゃん、あ、冷蔵庫にスイカ入ってるから食べて。え、もう今食えんわ、お腹いっぱいするで。あ、けどね、普通もじゃないけど美味しいスイカじゃなかった。え、そうなの、そうなの、ネパネパしてる、クーマン言わ、ネパネパしてる、発酵して酒になってんじゃん。クーマン言わんでくれよな、ブン。ね、今日さ、うん、三国支店とさ、東京国立博物館行ってさ、うん、埴輪の人形をさ、文太に買おうと思ったと。やめてくれよ、これ以上人形増やすの。いくらやってたの。知らん、2000円よ。いらんの、高っ。そんで、何杯飲んだわけ。何杯飲んだかな、今日。でもめっちゃ飲んだわ。2杯飲んでないはず。消防士、めっちゃ飲んだよ、7杯は飲んだ。嘘言え。なぜ、しかもね、一人で、うん、しかもさ、うん、あの友達がさ、紹興酒飲んでみようとか言ってさ、うん、飲んでさ、紹興酒はウーロン茶で割ると美味しいね。そのまま熱かんで。でさ、頼んでさ、うん、一口飲んでさ、待って、これは無理だわとか言ってさ、うん、じゃあ飲んでやったとよ。偉すぎやろ。うん、ちゃん。なんでやねん、お土産ないけん見て、今日冷たいよ、ぶ、うん。なんか食い物くれよって、そこにさ、うん、いっぱい溜まってるおやつあげてよな。おやつ食べるね、ご飯あげた、うん、見て、お土産ないって冷たいよ。あげて、あそこになんかきびなごみたいなのもひっからびって、うん、本当にもう今日すごくね、2時間で上野動物園行ってさ、1時間シャンシャン並んでよ、見てよ。1時間並んだと。そうよ、平日やけんさ、スカスカやろって思って行ったのに、大量の人がおった。すごいよ。1時間並ぶ、その。うち1時間でね、上野動物園全部回ったって、すごくね。もう鳥とか色しかわからなかったもん。羽の色しか。よいしょ、おやつ食べようかね、ブー。で、おやつ、お土産のやつ、冷たいぜ、ブーとか。よいしょ。現金やからもう。よいしょ。しかもゴリラも、ライオンも、トラも、ゾウも全部部屋入っとったし。そうなの、うん。まあ、1時間しかなかったけど仕方ないけど、ね、煮干し食べようか、ぶ。でもね、上野にある博物館とてもじゃないけど1日じゃ回れんわ。うん、今日午前中は博物館、午後は動物園しようと思ったけど3分の1も回れてないな。すごい凄まじい。しかも平日なのに平気で何十分、あっち行こう、あっち行こう、おいでおいで、待って行って、おやつ食べましょう。ん、ついてないんだ。はい、お座りして。お土産がないけん今日冷たいよ、ぶんた、ひどいわ。え、昨日あげたじゃん、かわいそう、あげて。あ、で、一緒に出て行ったっけ。今から焼くの、待って、ハンミがいっちゃったのよ。かけっこしてる、あいあい。あ、かけっこやめちゃった、うん、あ、かけっこ始めた。え、もうみんな疲れちゃった、あいあい、うん、すっごい、これさ、逃げないのかな、ねえ、逃げそうだよね。あいあい、かわいいな。